ポリス戦士ラブパトリーナ、ラブでパパッツを逮捕します。みんなの愛守るため、たとえラブが陰ろうと愛の翼でランララ、ラブラブパトピンク翼、愛は翼役の渡辺美優です。まさか自分が選ばれると思っていなかったので、とてもびっくりしました。憧れのガールズ戦士に挑戦できるのでとても嬉しかったです。戦士のコスチュームのスカートが違う柄がたくさんあって、すごくお気に入りです。胸元のリボンや猫ちゃんのチャームがポイントです。ポリスらしい帽子がすごくお気に入りです。翼は小さい子供や動物が大好きで、明るく元気でよく笑う女の子です。ラブパトとして成長していく翼を演じ、私自身も一緒に成長していけるように頑張ります。私のダンスのこの部分がお気に入りなので、みんなも一緒に翼の真似をして踊ってほしいです。私のお気に入りのアイテムはラブパトシャッフルです。ラブパトシャッフルにラブパトカードをセットすると、いろいろな機能が使えるからです。ラブパトシャッフルの綺麗な紫色のところや羽のついているところがすごくお気に入りです。私は撮影初日が一番印象に残っています。クランクインの日は一人の撮影だったのですごく不安だったのですが、メンバーが駆けつけてくれてとても安心しました。他にもワンちゃんとの撮影がすごく楽しかったです。たくさんのワンちゃんや動物と触れ合うことができてとても楽しかったです。私は演技経験が全くなくとても不安だったのですが、三池監督が優しくいろいろなアドバイスを教えてくれてとても嬉しかったです。ミラチューマジマジファントミと続き、今までのガールズ戦士のように面白く可愛い番組を作れるように頑張ります。ラブパトリーナには毎回面白くて可愛い部分がたくさんあります。毎週楽しんで見ていただけると嬉しいです。私ももっともっとみんなが楽しんで見ていただけるように頑張るので、応援よろしくお願いします。いつ何時も私たち完全にラブってる。ラブパトパープルサライ、千原サライ役の山口里奈です。ガールズ戦士として選ばれてすごく嬉しかったです。今までのガールズ戦士みたいに可愛くてみんなから愛されるような戦士になれるように頑張っていきたいです。2つの作品に続けて出演させていただけると思っていなかったのですごく嬉しかったです。ファントミのサライからラブパトのサライになって成長した姿を見てもらいたいです。初めて変身した時はすごく可愛くて、スカートがふわふわなところや胸のリボンについている飾りがそれぞれのモードがあるところが好きです。カチューシャについている帽子もポリスっぽくて可愛かったです。サライはガールズ戦士に憧れていて、性格は明るい役柄です。ずっと前から憧れていたガールズ戦士になるところを見てほしいです。お気に入りのアイテムはラブパトシャッフルです。カードをセットしていろいろな攻撃ができるし、それぞれのカードについている飾りがすごく可愛かったからです。一番印象に残ったのは初めてラブパトに変身して撮影をした時のことです。理由はすごく可愛い衣装で撮影をできたことが嬉しかったからです。初日の撮影はすごく緊張したのですが、三池監督が面白い話をして場の雰囲気を和ませてくれたので、すぐに緊張がほぐれて楽しく撮影をすることができました。これからいろいろなことに挑戦しながら、みんなで力を合わせてたくさんのラブを守れるように頑張っていきたいです。みんなが楽しめるようなドラマになるように精一杯頑張っていきますので、これから応援よろしくお願いします。人は誰もが美しい花、咲き誇れラブ満開。ラブパトブルー小花、青瀬小花役の山下優衣です。まさか私がガールズ戦士の一人になれるとは思っていなかったので信じられませんでしたが、感謝の気持ちを忘れず自分ができることを精一杯頑張りたいと思います。私の大好きなブルーで、ドレスもポリスっぽいところがかっこよくて、メイクはブルーのグラデーションが入っていて、それを着るとすごくテンションが上がります。青瀬小花という役は勉強も運動もできるクールな役で、お花がとっても大好きな女の子です。今まで知らなかったお花のことに触れて、最近は自然とお花をすごく綺麗だなと思うことが多くなりました。小花の気に入っているところは髪型の編み込みです。私のお気に入りのアイテムはラブパトウィングです。
ラブパトウィングは攻撃に使う必須アイテムだからです。小花は運動神経がいい役なので、スポーツが得意に見えるように練習して楽しく撮影することができました。三木監督は撮影の時に丁寧に教えてくださったり、熱心に教えてくださったりして、とても優しくて面白い方だなって思いました。初めてのことばかりで戸惑いもありますが、小花という役を最後まで楽しく演じれたらいいなって思います。見ているみんなが楽しめるような素敵なドラマをお届けしたいと思います。ラブパトはダンスも歌も覚えやすいので、みんなも一緒に歌ったり踊ったりしてくれると嬉しいです。ガールズ戦士新シリーズ、ポリス戦士ラブパトリーナ、テレビ東京系にて毎週日曜朝9時放送スタート。見てねー。